どうも収納時コジマジックというわけでございまして、今回はですね、100円ショップやホームセンターで購入することができるこちらのプラスチックチェーンを使った収納テクニックをいろいろとご紹介したいと思います。プラスチックチェーンなんですが、僕大好きな収納グッズの一つなんです。これ収納に使えんのと思うかもしれませんが、めちゃめちゃ便利です。で、今までね、100円ショップでこれカラーチェーンっていう商品名でも売ってたんですよ。というのもよく見かけるのが、このチェーン自体が黄色でね、でこのジョイント部分が黒、よく工事現場なんかで見るような感じの、色合いのものが多かったんです。であとはカラーチェーンと呼ばれてたぐらいですから、このカラーチェーンのこのチェーンの部分が赤色で、このジョイントつなぎ目が白色とか、白色なんだけどこのつなぎ目が赤とかっていうものが多かったんです。でも今回ね、セリアさんがやってくれましたよ。見てこれ、真っ白の出ました。もちろんジョイントも白い出ちゃったのよ。これテンション上がりました。真っ白なカラーチェーン出てるやん。喜んでるのは僕ぐらいだと思うんですけど、これはテンション上がりましたね。じゃあですね、このプラスチックチェーンどのように収納に使うかということなんですが、はい、こちらですね、このプラスチックチェーンって S 字フックと非常に相性がいいんです。で、こういう風にしてかけていただいて、壁にパッとかけてるだけです。これだけで、例えば帽子とかバッグとかってね、散らかりがちでしょ。それをこのプラスチックチェーンに S 字フックをつけていただくだけで収納することができると。で、この S 字フックもね、100円ショップで購入することができます。2つで100円とか4個で100円とかいろいろあるんですけども、で、これをかけていただくと、例えば明日何着ていこうかなと思った時に、このプラスチックチェーン上でコーディネートをすることもできます。はい、ぜひやってみてください。はい、で、あとはですね、同じように壁にかけているだけなんですが、ね、子供の作品、いろんなもの作ってきてくれるんですよ。絵を描いてくれたりね、で、それを飾るスペースって結構場所取っちゃうんです。ですので、このプラスチックチェーンに洗濯ピンチの紐付きをこれつけていただいて、子供の作品を挟んで壁面収納をしていただく。これすごくね、すっきり、収納できますし、子供ってね、飾ってほしいみたいなんです。ね。で、飾ることによって子供を喜んでくれます。で、この時はね、赤色のチェーンを使ったんですが、まあ、そういうカラフルなね、チェーン、カラーチェーンと言われてるぐらいですが、そういう時はちょっと子供のものを飾る時は、そういうようなカラフルなものを使っていただいてもいいかと思います。はい、そしてこちらですね、こちらはですね、吸盤タイプのものをこう両サイドにつけてるんですけど、これね、いいのがね、この100円ショップのプラスチックチェーンって真ん中にね、ジョイントがついてるから、簡単にね、こういうの半分に分かれちゃうんですね。で、短くなる。まあ、プラスチックチェーンですから、ハサミでも簡単に切れますけど、で、両サイドに吸盤フックをつけて、それにチェーンをかけてるだけです。こうするだけで、結構ね、サングラスの収納でかさばっちゃうんですけども、スマートに収納することができる。だから、姿見なんかにね、こうつけてもいいかなと思います。で、今日はこれかけていこうかなっていう、この、耳にかける部分をこう刺していただくような感じですね。で、この吸盤フックも100円ショップでね、売っておりますので、ぜひやってみてください。はい、これは冷蔵庫脇を使った収納テクニックなんですが、そこに100円ショップなんかで売っているマグネットフックをペタッとつけていただきます。マグネットフックだけだとちょっとのね、こうカバンしかかけられないんですけど、そこにね、プラスチックチェーンをかけていただいて、こう輪っかにしていただくんです。で、そうすると結構な量のバッグをかけることができます。まあ、今だったらエコバッグよく使うでしょう。結構な量かけられますよ。ただ、重たいレザーのバッグとかだとね、こうずってくるかもしれませんが、エコバッグだと全然問題ないです。ぜひ、やってみてください。
は押し入れの中なんですが、先ほどねエコバッグの収納の時にやったような形で、今度は粘着フックをペタッペタッと2つ貼っていただきます。そこにカラーチェーンをかけて輪っかにしていただいて、これを2つ作って、そこにこれはですね膝掛けをくるくるくると丸めて通してるような形ですね。結構上の方ってデッドスペースになりがちなので、こういうような収納テクニックでうまく使っていただくといいかなと思います。あとはヨガマットね、結構ね邪魔になったりするので、こういう収納方法いいんじゃないでしょうか。はい、こちらなんですが、これすごくいいテクニック。というのもお洋服が多くて掛けるところがないという方多いんですよね。ですのでこれどうやってやってるかというと、プラスチックチェーンに、S 字フックを通していただいて、でここの部分をフックをかけてハンガーパイプに引っ掛けていただくっていう、こういう仕組みを2本作っていただきます。でこの途中にですね、もう1個 S 字フックをこういう形で通していただく。でここに突っ張り棒を引っ掛けていただくわけです。だから H みたいな形で、それを作っていただく。そうすると簡単にかけるところが2倍になります。でこの時に例えばジャケットとパンツ、スカート類とかですね、という形で分けていただくと結構な服の量をかけることができます。はい、こちらは先ほど2分割だったんですが、今度は3分割ですね。というのも、例えば女性の方だったらワンピースとかコートとか長物がありますので、突っ張り棒を使ってます。突っ張り棒を短くしていただいて、こちらにはパンツ、スカート、そして長手の方にはコートっていう形で3分割することもできます。はい、こちらなんですが、このプラスチックチェーンのいいところは S 字フック、もう好きなところにつけることができます。ということはハンガーパイプの高さを変えることができるんですね。よくあるのがお子さんが手が届かないからかかっている服が取れない、だからその度にママやパパを呼んでしまうということがあるんですが、やっぱりね自分で取って自分でかけてほしいというのがあると思いますので、その時はハンガーパイプの位置をですね、好きな位置に変えられますから、低い位置、お子さんが手が届く位置に変えていただくと、上側には例えばお父さんお母さんの服、下側にはお子さんの服という感じで分けていただくこともできます。はい、こちらはですね、この S 字フックと突っ張り棒を増やしていただければ縦に3分割、4分割することもできます。ですから上から例えば帽子類、そして上着、そしてカバンとかっていう感じでね、やっていただくと次の日の準備が非常にしやすいと。この S 字フックなんですが、どういったものを買えばいいのと思うかもしれませんが、 S 字フックもね、いろんな素材があるんです。プラスチックのもの、スチール製のもので、スチール製のものは非常に丈夫なんですが、そのハンガーパイプにね、この S 字フックを取り付けるときにこう硬すぎてね、こう入らないという時があるんです。で、だいたい大中小3種類あるんですけど、大じゃないと入らないハンガーパイプの太さもありますから、そこちょっと注意してみてください。で、最近はねよく、できたものが出ましてね、これものすごくよくできてるんです。これどういうことかというと、S 字フックをかけていただいてプロンとこう外れちゃったりね、これがこう動いちゃったりする場合があるんですが、これね、ここの部分がねちょっとこう外れにくい素材になってて、なおかつこれがねこう柔らかい素材になってます。だからこれでハンガーパイプにパッとこう通していただいたら、こう外れにくい S 字フックなんです。だからこれ商品名もそのまま外れにくい S 字フックということで100円ショップで購入することができるんです。はい、というわけでございまして、プラスチックチェーンを使った収納テクニックいかがだったでしょうか。本当にね、いろんな使い方ができます。でね、非常にこれ丈夫ですから、結構重いものも収納できます。で、軽いですし、まあプラスチックですからね、お子さんがいるところで使っていただいてもそんなに危なくございません。ぜひともですね、楽しみながらいろんな使い方してみてください。以上、収納時コジマジックでした。ご視聴いただきありがとうございました。
この番組は絶対役に立つ目から鱗の収納術をご紹介しております。ぜひチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。